今日誕生日おめでとう。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. 神戸のマーチさんおめでとう。さあ山地の一年にしよう。お疲れ様でした。え、あら、なんだっけ、グッズか。そう、この曲。そう、ツイート考え中で、ごめんね。売り切れた。売り切れ。あら。今日ありがとう、いてよかったって。おー嬉しい。帰宅よかった、帰宅できて。ツイートするよん、するよん。え、そうなんだ。さやまし2公演、ツアー、ツアーファイナルと感謝祭ね、ありがとうございました。ハッピーチケットさ、そうなんですよ。本当にね、たくさんの方が来てくださってびっくりしました。 TDC、すごい大きな会場にね、日和ってたんですけど、7人だったからさ。でもやっぱりそうと予想以上の4階までファンの方々がたくさんいらっしゃって、
配信でもね見てくれてから嬉しかったです。見るとこがいっぱいあって嬉しかった。はい、本当に投票してくれてありがとうございます。そうなんです、ありがとう。4階の一番奥まで見えました。ドキッとした。いやー、そうなんですよ、私じゃないんですけど、探偵さんがまさかの展開になったみたいですよ。まあ残りのやつは沖縄で見れるかもしれないですね。本当に焦った。いや本当に、いやなんかいろいろどうでしたかね。私アドリブめっちゃ苦手なんですけど、大丈夫な感じだったか。たた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 
私もまあよくわかんないけどしっかりと恩恵を受けて恩恵っていうか受けましたからいろいろしくじりましたしくじったしなんかその後新曲笑顔のチャンスも披露初披露だったんですけどなんかすごい一瞬で飛んじゃってからやばかったよ。いろんな人にダンスの先生にも言われた。しっかりなんか影響を受け取ったねって。そうそう動揺するままなんか休憩なしでそのまま全然進んでいくからみんな全然進むからさ。え待って待ってみたいな。その探偵いつも探偵さんがね私がいない間にみんなの裏話をね言っていくんですけど、そうちゃんとね考えとったやん私も考えたね。なんかいなくなっちゃってから私行かなくちゃって言って本当にそうどっかに行って私は近くにある東京ドームでボール投げてきたっていうとこまでちゃんと決めとったのに、それも言わせてくれんけん。ちゃんと直前まで確認したいん。東京ドームって行ってもいいんですかみたいな行ってもいいんですかとかなんか横にありますかとか近くにありますかとかなんかいろいろ言ってからそれちゃんと確認もしたし、でもそのスタッフさんもすごいね、いいですよってね。えそうだよ、しかも全員から一人ずつ違うってか全員探偵やったっけ全員探偵やったんやけど、トレンチコート穴にあったん、びっくりした。トレンチコート穴にないはずよ、びっくりした。しかも一人ずつみんななんか全然なんか個人のなんかちゃんとした頼込みでちゃんとした裏話で、私の今までの私じゃない探偵さんの今までの裏話は何やったん。いや本当にみんなありがとう本当に。いやコートどこにあったんだろう、確かに見当たらなかったよ。衣装部屋にもなかったし、なんかいつの間にあんなに用意しとったんやろね、すごくない？私が知らない間でね、私がいない間にね、こそこそね、こそこそ言い方がちょっとこっそりとね打ち合わせして考えてくれてたんだって。でもその
段取りが一番なんか謎で、やっぱり練習もできないし何もできないから、なんか結構不安やったらしい。メンバー自身も不安だったし、一番不安がってたのはメイクさんらしい。メイクさんが直前に急に高尾のメイクをちょっと長めにしてください、なんかメイクっていうか、なんか後ろに走ってはけてくるんで、私行かなくちゃってはけてくるんで、あのちょっと長めにメイクなんかメイク直ししてくださいみたいなでしょったらしい。でもそんな急に言われてもみたいな感じだったらしい。メイクさんもどういうことみたいな、どうやって伸ばせばいい。まず私はそうやってなんかトレンチコート着てで終わってたんですけど、確かにいろんな髪の毛を直してくれてたりとかしたけど、さすがにそのね、そこまで時間かかっちゃって、私はそんなに長く感じなかったけど、なんか直前にね、なんか音楽がテーマ曲の音楽が流れ始めたら出てきてって言われたから、全然ならないから、あまだいいのかと思ってまだいいのかと思って、であとなんかスタッフさんがすごかった。なんかまず私が持ってくる、も私じゃない、探偵さんもういいか、探偵さんが持っとる、あの黒い手帳あるやん、あるやんっていう前提で話してごめんやけど、あるんよ、あの黒い手帳がね。そこにいろんな裏話が書いてあるんだけど、その手帳をまず忘れてきてて、あそれがないみたいな、持ってくるわみたいな、持ってきて、でそしたら次持ってきたのはいいけど、私のマイクなくなって、待って、私のマイクって言ったら、ああみたいな、なんかその方が持ってて、多分そこでなんか多分時間稼ぎされとったんや。すごいよね、作戦やったんかな、分からん。だけどなんかメイクさんが言った、あれも作戦やったんかねって。だけあそうなんだ、えそうだけど、そこでメイクさんもなんかおさやって呼ばれてるんだけど、あでもおさやがこういう性格でマイペースな性格でよかったにーってこれおさやじゃなかったよ、おかしいなって思っとったよって、おさややったっけん、あのよかったんよ、そう、もし違うかったらなんか多分もっと急がなきゃってなっとったけどみたいな、私やったけんなんかね、そのなんかよかったらしい、分からん私は全然不思議がらなかった、まだテーマ曲なってないからまだなんかなって。多分私今日のことで気づいた、なんか本当に、でなんか急にまあ音楽鳴ったから走れって言われて、めっちゃ走って真ん中走って、ネタは上がってるんだぞって言ったんだけど、なんか気づいたらメンバー全員トレンチコート着てて、なんかびっくりした。私はネタ上がってるんだぞって言ってから気づいたよ、あれネタ上がってるんだぞって言って、そしたら周りからネタ上がってるんだぞって言われて、えってなって、え待って、えどういうこと、えってか待って、なんで来てるの、え全然気づいてなかった。そういつも私が言う人なの、私です私もうなんかもう見たことない方に説明するときに、私じゃないですって言ったらもう語弊がありすぎてもう無理あそうとりあえずトレンチコートが人数分あったことに驚き、いやびっくりした。私がその走る瞬間になんで気づかなかったのって言われて、
全然あの目の前しか見えなかったって言った。やばくない？だけどそれで私はもうドッキリがドッキリされる側なんだろうなと思った。何のドッキリも私多分あの引っかかると思う。やばいよ、何も変に思わないから。いやーほんとびっくりしたわ。今日はしっかりとしっかりと手こずったとかしっかりといろいろ、あとはまあ沖縄でね。そうちゃんとね直前でね、なんかあこれもうちょっとこういった方がいいですよねとか、なんかめっちゃ打ち合わせしたの。素直なんですね。素直なのかな。確かによく言えば素直ですね。いいもんでした。いやピュアなんかね、ピュアピュアかもしれない。いや本当にそう、なんかみんながみんなのこと変人って言うけど、みんながみんなだから。あそう、なんか言いたいことあるかって言われた時本当に困るね。あ本当に困った。とりあえずみんなの言ったことをあの全部改善しようと思ったけど。台本になかったから、そう。いつもは台本あるけど、台本ってか黒い手帳に書いとるけん大丈夫やけど。そうなんか沖さんが言ったそのなんか MC 中ほっぺにつけるなみたいな、つけてた、私つけてますかね、わかんない。目撃者いますか。目撃者いますかね、本当に。つけとるんかな、全然気にしてないんです。気にしてないというか全然気にしてないんですよ、私全然気づいてなかった自分で。え無意識全然してないんですよ。沖さんに私言ったけどしてないですって。癖かな。横見た時はこうなっとるかな、わからん。それをでも沖さんはずっと思っとったんかな。あーメンバー側から見たらそう見える、確かに。こうした時にこうせんもんね、あんまり。私カメラを意識してたらそういうことかもしれない。新発見でしたよ。今日ほんと鼻水が止まらなくてやばかった。何の話って感じ。よく見てるよ。追加ね公演ね、みんな待ってたよ、メンバーみんな待ってたよ。あのお礼するときにせーのって言った瞬間結構待ったよね。ズーンってなると思っとったんやけどならんかったね。ズーン、なにこれ、最推しヨシゾンビさん、ありがとう。いや みんな待ってたね、メンバーも待ってたしファンの方も待ってたか。いやほんとに夢、最後の一番最後の曲の夢次回行く前に
やるなら今ですよ。謎のなんか謎のすごい、ここですよ、やるならここですよって、すごくない？ PR 舞台やばいよやばくない？そんなこと言える？みんなすごいよ、謎。そうだよ、すごいからね、すごい集まりよそうやけんね、みんなで言ったのは瀬戸内ツアーしたいねって話してて、瀬戸内 PR 舞台として次は全国ツアーしてから次は瀬戸内ツアーしたいねって話してますよ勝手に最後本当になんか勝手に開催しようやってノリになったけんね、勝手にできるはずないのに勝手にしようや、面白いよね、みんなノリがなんか一緒、ちょっといい加減でちょっとやっぱ変なのかないやーほんと、そうそう、あかりんさんにね、なんでもね、本当に主催っていうかプロデュースすごいですよね、大感謝祭も、もうまるっと、もうあかりんさんが考えてくれてるからさ、すごい、とってもいい時間だった、本当に満足度がとってもある、もっと見たくなった、おー嬉しいね、言っとくね、あかりんさんにいやー本当に、でも西、そうそう、福フェスもあってね、福フェスもあってこの大感謝祭の分もあった、多分2つ並行してね、多分考えとったと思うんやけど、すごいですよ、それ言ったんやけどさ、なんか2個連続でしててすごいですって言ったけど、いやありがたいよねって言ってて、心意気がもうすごい、いやでもありがたいよって言ってた素晴らしいコンサートでしたって、ありがとう、今日初めて見た、おお、実際に見た方がさらに可愛いって、え、嬉しい、ありがとう、セアンのソロはいつも泣いてしまうそうなの、そう、今日非全力をね、そう、ヒーロー、みんなでソロ曲を披露させていただきましたよ。でも私ね、リハの時にすごい褒められたんですよ、すごいみんなが驚愕してたよって、タカオってこんな風に歌うんだねみたいな言われてて、そう、でもなんかリハはイヤモニしてなかったんですよ片方、でも本番はなんかイヤモニしてないとカメラの映りがちょっとあれかなと思ってしたんですよ、そしたら全然自分の声が聞こえなくなって聞こえんって言ってそうそうそう、聞こえんってなって外したんですけど、うん、前の中でそうになった、嬉しい、ありがとう、そう、自分の声聞こえないときはなんかイヤモニのなんか状況あったんですよ、イヤモニあって、そうそう、声が聞こえるんですけど、なんか自分の声聞こえなくて、でもそれをね、なんか言ったらね、先にいなさいって言われちゃった聞こえないならなんかこう音を上げれるから、でも私はなんかその音が聞こえるやつと思って、自分の声聞こえなかったからさ、
全然そういうもんなのかなと思ってたね、イヤモニって。そうそうそう、そしたらちゃんと聞こえるんだね、自分の声。そうそうそう、全然聞こえなかった。でも結局私が聞こえないのか分かんないし、イヤモニ自体がちょっと聞こえにくいのか分かんないけど、結局最後の最後まで自分の声聞こえんかった。やけん自分が歌うときはもうほぼ撮ってた。そうね、聞こえのも歌ってた。意味わかんないよね。私はそういうもんだと思ってたよ。でメンバーとかにも「これあんま聞こえないんですかね」って言ったら「あんま聞こえんよね」って言うときん「あ聞こえないんだ」と。聞こえないもんなんだと思ってた。違うみたい、聞こえるらしい。そう、聞こえない、なんかうちにこもった感じ。メロディーは聞こえるんだけど、自分の声がすごい遠くで聞こえてるような感覚、なんかうちにこもってる感じ。音全然聞こえない。そうで、それでなんかそれ本番終わってからどうしたって言われて、いやあんま聞こえなくてって言ったら、そっかってなって、ありがとう、なんかどんな感じでしたって言ったら、リハは 100% としたら本番は 80% だったって言われた。悲しいっす。そうだけ、別にカメラの映り気にせずにから最初から撮っとけばよかった。ピエンと思ったけど、すぐまあいいかって切り替えた。過ぎ去ったことはもうしょうがないと。お、カフォーマンサーウサギさんもありがとう、応援ありがとう。大好きだわ、ありがとう。ちょっと切り替え早いからね、もうそこは本番は特に切り替え早い。メカッと行かないとね。そう、結局でもどんなコンディションであれ、悪いコンディションこそその自分の本来の実力っていうのもあるじゃん。そう思ったら、そうなん、僕は僕じゃなくなるも歌ったんですよ、なんと。初めて歌ったんですけど、そう、ボクボクって言うんだよ。知ってましたかね、知ってる方もおるか。なんか略すときボクボクっていうらしい。そして僕が僕じゃなくなるっていう曲があって、 STU に歌唱力のメンバーが歌ってる、そう、歌唱メンバーの曲なんですよ、カップリングの。それをなんと PR 舞台で歌いました。私は2番の最初のやつを歌いました。愛子のポジションかな。そうなんですよ、あ、そうなんや、びっくりした。最初見た時に、あ、そんなすごいってってこと。そう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 、フルで歌いましたね、みんなで。
大丈夫？大丈夫だよ。足？みんなエガちゃんって呼んでる。新曲の笑顔のチャンスのこと。ただ新曲披露もこれも楽しみにしとったんよ。早くね聞いてほしかったんよ。PR 舞台の新曲とってもいい曲なんですよ。ただ振り入れがやばすぎたけど、結構ダンス難しくて、なんかステップがすごくて、そう時間もなかった。何時間とかな、結構何時間かで終わりましたね。うるっときた。すごいすごいいい曲よね。そう振り付けいい感じ、めっちゃいい感じ。初めて聞いていいと思った。いつ公開？2月2日です。22です。22に YouTube の方でありますよね。はっ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 は。そう VTR でもしかしてと思ったでしょ。見たことのない映像が流れ出したから、ね、アンコール明け。次聴けるのいつだろうね。2月2日が一番最新かな。そう MV が、そう MV ミュージックビデオ撮影、そうなんですよ、してたんですよ実は。実は皆さんが知らない間にMV 撮影に行っておりました。ありがとうございます。とっても寒くて、とっても風が強くて、本当に寒い顔してるかもしれないけど、とっても寒かったけど頑張りました。ね、場所はどこでしょうか。そこもお楽しみに。場所もね、とっても素敵な場所なんで、ぜひぜひ訪れてほしいなと思います。そこもなんか、そうそこでね踊りながら、なんかあ、これがファンの方がよく言ってる聖地巡礼になるのかってと思っております。いや、場所がどこかはお楽しみです。どこでしょうか。どこでしょうか。まあ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 、まあ、とっても素敵な場所ですよ。とりあえず メロディーも好きやしね、歌詞も好きなんですよね。とってもいいことを教えてくれるなと思います。確かに2月2日に分かるかもよ。そう、6周年コンサートもすごい急にすごい急に決まりました。そうなんですよ。タイミングがね、私たちもねエンジン前にこの告知をお願いしますみたいな感じで言われて、なんかえってのみんなでえってなったら、今決まりましたって言われて、でもそれは普通に今告知お知らせするのを決まりましたって意味なのに、私のマイキューさんがえ今決めたの、今開催されること決めたのみたいな。面白かった。じゃあやりましょうかみたいな感じで決めたのよみたいな。そうそう、それを言って面白かった。そんなわけないことを言うのが面白いよ。え、今決めたの。そう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 。
面白かったおもろいよね。マイケルさん面白い。あ、すごいノリ同じこと思った。そう、勝手にっていうかそうそう、勝手に言っとるけん。そう、3公演びっくり。そう、3公演とかは知らなかったから、とりあえずなんかお知らせして、でなんか後ろに出るからみたいな、そこでドーンって感じでお願いしますって感じだったけん、全然6周年開催ってことだけは知ってたけど、超直前にだけんなんかあんなにね、3公演ねするってなってからみんなが驚いてたんや。4月ですね。4月。お、ありがとうございます。見えたよ。本当に4階の一番後ろまでちゃんと見えましたからね。3公演ってどうなんだろうね。なんかその場でメンバーが言い寄ったのが、なんかそう、全曲やるんじゃないって言ってたけどね。どうなんやろね。また大好きが来た。立花隼人さん、ありがとう、ありがとう。立花隼人さん、行けそうですか、予定をスケジュールに入れとってくださいあ、亀子さんもね、ありがとうございます。本当手が大丈夫かよ、休めてくださいな。行きたい。おお、嬉しい、そんな風に言ってくれるなんて。ね、撮影タイム確かにいつもより長めだったかも。最初亀子さんの席がどこかど忘れしてから右と左にあったよね。一番最初から亀子タイムやったよ。ど忘れよ。急でびっくり、確かに急でびっくりするよね確かにな、準備が必要。4月の土日は話し会、6周年の話し会、最高だ、いっぱい話せるよ。調整しやす。来たいねって、ぜひぜひ待ってます。お、初めてコンサートに一緒に行った友達がまた行きたいって言ってた。あら、嬉しいねまたね、みんなが勝手に行ってるだけやけど、瀬戸内ツアーするかもしれないからできたらいいですよねしたいな、本当に。それかもしあれやったら、福フェスで あかりんさんの力を合流させて瀬戸内を回っていきたいなってってことも話しよった。あかりんさんお願いしますって、福フェス PR 歌読んでか ね、そう、いろんな方法を考えてかお、また待ってるよ、ありがとう、嬉しいな。
そう、福フェス、福フェス、ね、みんな結構はっきりしてほしいね。しかもなんか PR 舞台のメンバー特になんかはいといいえがすごいはっきりしてるからすごい、したいことに関してはね、のね、あのね、すごいよしたいことに関してのね、あいつはあれがすごいで、なんかすごいあのね、そうじゃないやつもうすごい、全然そうじゃない感がすごいそう、みんな素直なんだな、そういい意味でね。確かに野心家が多いのかな。確かに、でもその写真家が多くて、なんか本当にすごい平和だからすごいよねっていう話もしたことある、ピザパしながら。いや全然すごい平和で過ごしてます。あ、マイキューさんから、あ、ね、マイキューさん、そう、私のこと話してくれ、ね、VTR で私のこと話してくれとったんや、びっくりした、嬉しい、私のことを話してくれて。二人のユニットね、そうしたことないよね、二人だよ。どうなんだろう。マイキューさん可愛いもんな。あ、ありがとう。そうだね、確かに哲学系いいかも。人はなぜ生まれるのかみたいな曲ないかな。そう、哲学の明るい系がいい。哲学の明るい曲なんだろう。ショートケーキ、あれはソロか。ユニットスラトスト、二人ユニットか。やっぱ太宰治かな、似合いそうだな。手もでもの涙、おお。太宰治は3人わっ、え、パフィンさんありがとう、びっくりした、ありがとう、パフィンさん、びっくりびっくり。アボカドね、アボカド、あの、そう、ももちゃんとしたことある。 PR おめでとう、素敵でしたって、ありがとうございます。すごいね、沖前さんのユニットにそんな急に私が出てきて、マイキューさんをどんどん引き据えてくってすごいよ。どうなっちゃうの。それはプライオリティ、どうなっちゃうの。やばいね、奪っていくの。その光景見てみたいです。その光景見てみたい。すごい、そりゃすごいよ。
22。そうですそうです。なんかほんと今日した曲全部頭に残る、頭と耳に残る。わあ、いっぱい迷いたいね。あー、ハートの独占権、すごい可愛いやつや、可愛い曲や。もうはっきりしてよみたいなやつね。どっちが好きなのみたいな、はっきりしてよみたいなやつ。似合う、私哲学かな。お、じゃあいいんじゃない、哲学。そうなるよね。いや、そんな、え、いや、そのどっちかなんてってなるよね。知らん知らん、イメージからのターンの時に。え、知らん知らん、全然気づかんかったけど、すごいね。いやいや、哲学系の、哲学系よくない、なんか。確かになんでかって言われたら伝える、なんかぽいかなと思って、思いました。なんか沖縄があるから、そんなにしんみりしなくて済む、最後って思わないから。そうそう、さやや、さやや、歌バリ見た時に、お、ここは私かなりました。歌バリはね、多分先生ですね、決めてくれたんだ。あ、でもなんか走れとかはあかりんさんが決めてた気がする。なんか全部聞いたことのある曲という感じで。夕写しは自分の推しにするやつ、どういうこと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 。うんね、そうそう、そこまで考えてくれてた。メンバー決めたのは、あ、そう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 、この2人232の曲、そう、組み合わせはあかりんさんが考えた。最後の走れとかもね、あのね、そう、ももクロさんのライブを
再現して。最後電気ライト消してからペンライトだけが輝くっていう、あれいいね、すごいね。そうなんですよ振りはそうオリジナルですよ、全部振りまくった。私も叫んだもん、ペンライト振ってなんかそうコンサートっぽいって感じですよねめっちゃボボい最高やった。知ってる方は知ってるってやつよね、新鮮だよね、盛り上がった。 あそこは大きい声出さんとね盛り上がり度が変わりそうだよね、テンション上がるよね大きい声って吉ゾンビさんありがとうございます。参考のコンサート、また来てください、ありがとう。今日あんな大きい声出せるんですよ短い言葉やったら。おお嬉しい、さらに振った、嬉しいね。そして最初の方すごい間違えたけど言うこと、カホマサウサギさんありがとうございます。ウサギ今年っぽいね、ワンワン。立花隼人さん、立花隼人さんありがとう。そしてパーフィンさんありがとう。パフィンさんありがとうね。パチパチ、すごく満足度最高な日になりましたよ。あ、見てました。おー、猫。なんでこりゃ。え、なおさん、ありがとうございます。なおさん、感謝枠最善だったから。サインよく見えたよって、やったー最善すごい、びっくりした。パフィンさんこれだよ、これだよ。あ、できたありがとう。今っぽい感じなのか。どうやったか。ね。確か。今日STUチャンネルで。配信あったけんそれを思い出した
なんかコメントの流れ方が。うん、私はヤンヤンかな。1月の22、1月終わるね、もうすぐで。じゃーん、なおさん、ありがとう。見に来てね、ありがとう。お、お話し会申し込みます。最後可愛かった。嬉しい、やった。待ってるよ。そう、明日の13時までです。レース届いた。おー、嬉しい。意外と明日の13時までなんですよ。早い。 B 期間はそこで終了になりますね。最後よく見えた。おお、よかった。フォトブックすごいですよね。見せていいのかな、いろんな方に見せたいんですけど、見せていいものなのかわかんないんだよね。久々待ってるよ。今本当に止まらずに話し続けてしまった。インスタも更新したかったんだよね。いつの間にか時間が過ぎてた。お疲れ様。お、待ってます。話すことがいっぱいすぎて一旦休憩。そうそう、東京ドームシティホール、すごいなぁ。実感湧いてきてかもしれない。今この写真見てから、あ、ここに立ってたんだって今思ってきた。そしてこんなにたくさんの方に見守られてライブしたんだって実感してきた。暑さですか、どのぐらいって言ったらいいんだろう。でもソロ、なんだろう、一人ずつ 2,3 ページはありますね。 2,3 ページがまとめられて、ソロカットが6カットぐらいかな。いや本当にね、そう、みんなにね見てほしいし、なんかゲットしてほしいんですけどね。そう、それみんな言った。え、これってみたいな。そう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 。ね、みんなにあげたいんだけどね。
言えばよかったね。私が言ったところで変わらんけど。ね、リクエスト多かった。確かにリクエストしようや、みんなで。確かに結構リクエストが多かったのでしますみたいなこと結構あるよね。あ、でもそっか、特典だもんね。そうだよね。いや、本当に見てほしいんだけどね。まあでもあれがあるよね。あれあれ、スペシャルブックがあるからね。迷いますね。めっちゃいい写真が撮れたよね。これ出せようかな。ね、ありがとうね。そう、このね、感謝祭の時に着た衣装、一番最初に着とった衣装がお披露目の時に着たやつで、なんかめっちゃ久しぶりに来た。懐かしかった。なんかそう、勝手に私インスタに投稿してるけど、ストーリー投稿してる。さっきからやっぱり楽しいって言ってたって。嬉しい、ありがとうございます。そう、マリン衣装ね。そう、衣装の名前あるよね、このやつ。待って、今日終わる PM。 そう、ザ・ピース衣装がね、なんかね、バッチリですよね。バッチリ。そうそう、お披露目ぶり、確かお披露目ぶりだった気がするけど、あともう一回あったかな。リリーベとかで、うん、来たような気もするな。5枚
が5枚目シングル「おもこい」の時リリーブできた気がするな。でもお披露目の時の印象はすごい、ございます。全員撮影タイム、確かに全員撮影タイムって、ね、あんまないよね。マリン衣装、神声シティも検索する、いっぱい。みんな可愛かった。お、よかった。無事に家に帰るまでがコンサートですよ皆さん。楽しかった。なんかそのエミーさんの曲ですごい湧いてる方いたけど、好きなんだなって思った。すごいなんか多分イントロでそうめっちゃすごい動いてる方いた。なんかパちゃん、パセリのおすすめの曲っていうかリクエスト曲らしい。すごい可愛い曲だね。写真見ます見ます。そろそろあれですかね、男女買ったらね読みしますね。いや本当に今日はあんまりね話す時間なかったんですけど、また改めてゆっくり楽しかったです。走り口調で話したけど、走り口で話した。さっき変わった。お、じゃあまた今日の話話します。とりあえず本当に楽しい日になりました。誕生日プレゼント、おー、1位からなおさん、よしゾンビさん、立花隼人さん、パフィンさん、カホマサウサギさん、フジポンさん、モビリーさん、ボンちゃん、ヒロトさん、ゼータンさん、イトキンさん、エイちゃん、コッペさん、ナンバのイサトさん、F 渋谷さん、イワちゃん、ロックオンさん、MTK さん、クミトラさん、ミツルンさん、カー君、神戸のヒッキーさん、サトルンさん、やっちゃん、みのまるさん、きちねさん、たばたんちゃん、おたけさま、かたむつりさん、いぬちゃん、なおなおさん、ねこのおかずさん、イタリンハットさん、プライベートジェットさん、ありがとうございます。みんなパチパチ。そうですね、今日はゆっくり寝ようと思います。
ゆっくりというか気持ちはゆっくり。いや本当にね、みんなありがとう。ゆっくり寝ましょう。そう、インタビューの時もね、そうそう、なんか最後皆さんに一言みたいなやつで、なんかゆっくり寝ましょうって言ったら、ちょっとなんかバハハバハハってなってて、あれ面白かったちょっとバハハってなってた。そこはそういうポイントなのねって。だいぶなったら、そうなんですか、ちょっと分からなかった。気をつけて帰って、ありがとう。本当にいつもね応援してくれる皆さんが本当に感謝です。あ、チュロスも食べてくれてありがとうあ、大行列、あら嬉しいお、あら、ありがとうございます。みんなで爆睡しましょう。話しなかった。え、え、あっという間でしたね。本当にすごくこんな感じで満腹で眠れますね。年上、私チュロスね、食べてないですよ。そう、心も満腹、心の満腹をなんかどういう言葉で言い表したらいいか分からん。あ、本当にご飯も食べました。いや本当に PR 舞台慣れて最高だ。ちゃんと責務で全うします。最後の最後まで。うん、ありがとうね。本当にいろんな場所から。泣きそうね、泣きそうになるよね。あ、本当ですか。めっちゃ大人です。てかインタビューの時の自分の声なんかすごかったね。なんか声ちょっとなんかこんな感じなんやと思ってた、イヤモニで聞きながら。嬉しい。いや本当楽しかった。本当にありがとう。使ってみたい。使ってみ。引っ込んだ。うん。いや本当にね、ありがとうございます。嬉しい。みんな暖かくして過ごして、また明日何日か後に話しますね。明日はねすごいですよ。
構遅めの、配信できるとしても遅めの時間かな。明日ゴイゴイスーです。聞きましたか？なんかリンコが言ったらしいよあの子の何も秘密にすることない。私のスケジュールも全部配信で言っちゃうっていう、どういうことよどういうこと？あの子あ、私は言わないけど、明日言うわ明日うん、なんだ、え、釣りけんさん、え、ありがとう、ありがとう、また、また明日、釣りけんさん、ありがとう、またねー、バイバイ、おやすみなさい、おやすみなさい。